静ヶ岳の戦い。静ヶ岳の戦いは、天正11年、1583年4月、大見国以下軍、現、滋賀県長浜市の静ヶ岳付近で起きた、橋場秀吉と柴田勝家の戦いである。この戦いは、織田勢力を二分する、激しいものとなり、これに勝利した秀吉は亡き織田信長が築き上げた、権力と体制を継承し天下人への、第一歩が開かれた。 天正十年六月二日、1582年六月二十一日、織田信長とその着難で当主の織田信忠が、重臣、明智光秀の無謀反によって応死する、本能寺の変が起こり、そのもまもない山崎の戦いで光秀を撃った、橋場秀吉が、新旧新中で大きな力を持つに至った。六月二十七日、七月十六日、 当主を失った織田氏の後継者を決定する会議が、清洲城で開かれ、信長の三男、織田信隆を押す柴田勝家と、着男、信忠の子である三法師、地の織田秀信を押す橋場秀吉との間で、激しい対立が生じた。結果的には同席した、庭長秀、池田常大輝は三法使用立に賛成したため、勝家も譲らざるを得ず、この後継者問題は、 型の上ではひとまず決着を見た。この後双方とも周囲の勢力を自らの協力体制に持ち込もうと盛んに調略を行うが、北陸の柴田川の後方にある上杉影勝や信高の地盤である美濃の有力武将稲葉一徹が橋場側になびくなど秀吉に有利な状況ができつつあった。一方で勝家の側も土佐の長祖壁も地下や紀伊の最下衆を取り込み、 特に、西賀州は、秀吉の出陣中に、泉岸和田城などに攻撃を仕掛けるなど、広報を脅かしている。10月16日、勝家は、堀秀政に覚書を送り、秀吉の清須会議の制約違反、及び不当な領地再分配、宝地上の築城を非難している、南行雑録。11月、勝家は、前田利家、金森長地下。 ふは勝光を使者として、秀吉のもとに派遣し、秀吉との和睦を交渉させた。これは勝家が北陸に領地を持ち、冬には雪で行動が制限されることを理由とした水家の交渉であった。秀吉はこのことを見抜き、逆にこの際に参照を調略しており、さらには、高山右近、中川清秀、筒井純慶、三好安ながらに人質を入れさせ、機内の城を固めている。 12月2日、12月26日、秀吉は、毛利氏対策として三人は、宮部慶順、三陽は、八須賀政勝を置いた上で、和睦を保護にして、大軍を率いて、大海に出兵、長浜城を攻撃した。北陸は、すでに雪深かったために勝家は、援軍が出せず、勝家の養子でもある上昇、柴田勝と与は、わずかな日数で、秀吉に降伏した。 さらに、秀吉の軍は、美濃に親中、稲葉一徹などから人質を治めるとともに、12月20日、1583年1月13日には、岐阜城にあった、織田信隆を降伏させた。翌天正11年、1583年正月、伊勢の滝川和正が勝家への騎士を明確にして、挙兵し、関森信、和正府氏が、不在の隙に、 亀山城、峰城、関城、国府城、兜城を、調略。亀山城に、滝川増し、峰城に、滝川駅中、関城に、滝川忠行を置き、自身は、長島城で秀吉を迎え撃った。秀吉は諸勢力の調略や牽制もあり、一時京都に、兵を退いていたが、翌月には大軍を引きこれらへの攻撃を再開。国府城を二月二十日。 4月11日に落とし、2月中旬には、カズマスの本拠である、長島城を攻撃したが、滝川勢の抵抗は頑強であり、亀山城は3月3日、4月24日、峰城は4月12日、6月4日まで持ちこたえ、城兵は長島城に合流している。この時、亀山城、峰城の首相、駅氏、駅中は武勇を表され、駅中は後に、 秀吉に仕えた。一方で、越前、北の正城にあった勝家は、雪のため動くことができずにいたが、これらの情勢に耐えきれずついに2月末、大海に向けて出陣した。3月12日、5月3日、柴田勝家は、佐久間森正、前田利家らと共におよそ3万の軍勢を率いて、大海国や長瀬に到着し、夫人を完了させた。 勝ズが籠もる長島城を包囲していた秀吉は、織田信夫と、ガモ宇治里の一万強の軍勢を伊勢に残し、3月19日、5月10日、には五万といわれる兵力を率いて、木のもに布陣した。双方直ちに攻撃に打って出ることはせず、しばらくは、陣地や砦を盛んに構築した、意向がある、程度現在も残る。また、長秀も、勝の精神に備え、 海津と鶴ヶに兵を出したため、戦線は降着し、三月二十七日、五月十八日、秀吉は一部の軍勢を率いて、長浜城へ帰還し、伊勢と大見の二方面に備えた。秀吉から秀長に、自軍の取り周囲の小屋は、前の長安、黒田官兵、衛、木村隼人の部隊が手伝って壊すべきことと三月三十日付の書状が送られたが、 この命令は実行されていない。4月16日、6月6日、一度は秀吉に降伏していた織田信隆が伊勢の風ますと結び再び挙兵、岐阜城下へ進出した。ここに来て、大江、伊勢、美濃の三方面作戦を強いられることになった秀吉は、翌4月1日、6月7日美濃に進軍するも、伊備川の反乱により大垣城に入った。 秀吉の軍勢の多くが大江から離れたのを後期と、三鷹つ家は、武将、佐久間森政の意見具心もあり、4月19日、6月9日、森政に直ちに大岩山祭を攻撃させた。大岩山祭を守っていたのは、中川清秀であったが、耐えきれず陥落、清秀は討ち死に。続いて、黒田義高の部隊が森政の攻撃を受けることとなったが、奮戦し、守り抜いた。 森政はさらに、岩崎山に陣取っていた、高山右近を攻撃、右近も支え切れずに退却し、木の本の橋場秀長の陣所に逃れた。この成果を得て勝家は森政に撤退の命令を下したが、再三の命令にもかかわらずなぜか森政はこれに、従おうとせず、前線に軍勢を置き続けた。4月20日、6月10日、劣勢であると判断した。 静ヶ岳取の首相、桑山重春も撤退を開始する。これにより、森政が静ヶ岳取を選挙するのも、時間の問題かと思われた。しかしその頃、時を同じくして、船によって、琵琶湖を渡っていた、庭長秀が、一度坂本に戻るべしという部下の反対に合う木は今を置いて、他にないと判断し、進路を変更して、 海津への上陸を観光したことで、戦局は一変。長秀率いる二千の軍勢は、撤退を開始していた、桑山重春の軍勢と、ちょうど鉢合わせする形となるとそれと合流し、そのまま、静ヶ岳周辺の森政の軍勢を撃破し、静ヶ岳砦での確保に成功する。同日、大垣城にいた秀吉は、大岩三斎等の陣所の落城を知り、直ちに軍を返した。 14時に大垣を出た、秀吉軍は木の元までの13尾の距離を5時間で移動した。佐久間森政は、翌日の未明に、秀吉らの大軍に強襲されたが奮闘。森政隊を直接は崩せないと判断した秀吉は、柴田勝政に攻撃対象を変更。この勝政を森政が救援する形で、両軍は激戦となった。ところが、 この激戦の最中、重山に布陣していた、柴田側の前田利家の軍勢が突如として、戦線離脱した。これにより、後方の守りの陣形が崩れ佐久馬隊の兵の士気が下がり、柴田軍全体の士気も一気に下がった。これは、秀吉の勧誘に、利家が早くから応じていたからではないかと推測される。このため、利家と対峙していた軍勢が、 柴田勢への攻撃に加わった。さらに柴田側の不破勝光金森長近の軍勢も退却したため、佐久間森政の軍を撃破した、秀吉の軍勢は、柴田勝家本隊に殺到した。大勢に、無勢の状況を支えきれず、勝家の軍勢は、崩れ、ついに勝家は、越前、北の省城に向けて退却した。勝家は、北の省城に逃れるも、 四月二十三日、六月十三日には、前田敏家を先方とする秀吉の軍勢に包囲され、翌日に、夫人の推しの方らと共に自害した。また佐久間森政は逃亡する者の黒田義高の手勢に捕らえられた。後に斬首され、首は刑の六条河原ので晒された。また、柴田勝家の後ろ盾を失った身の方面の織田、信高は秀吉に組下に、 織信に、岐阜城を包囲されて降伏。信孝は、尾張国内会、愛知県南千下城に移され、4月29日、6月19日、信雄の使者より切腹を命じられて自害した。残る伊勢方面の滝川和正はさらに1ヶ月、牢城し続けたが、ついには会場、停発の上出家し、庭長秀のもと、越前大野に出居した。 秀吉方で功名を挙げた兵のうち以下の七人は、後世に、静ヶ岳の七本槍と呼ばれる。実際に勘定を終え、数千国の六を得たのは、桜井佐吉や一、石川平介和光も同様である。江戸初期の、保安対抗期に見られる静ヶ岳の七本槍の、呼び名が初見である。七人というのは語呂合わせで、一柳焼には、千見の衆として七本槍以外にも石。 三成や大谷義継、市柳直盛も含めて橋場家所属の十四人の若手武将が最前線で武功を挙げたと記録されている。天正期成立の大村祐樹、天正期内柴田合戦期には七人に加え、桜井、石川の九人が挙げられている。後年七本槍は豊臣政権において大きな勢力を持つに至ったが、不大の有力な家臣を持たなかった秀吉が、 自分の子がいを課題に懸念した結果とも言える。福島正則が脇坂などと同列にされるのは迷惑だ。中傷の意図も否定できないと語ったり、加藤清正も七本槍を話題にされるのをひどく嫌った。今日の研究では、清正の立身は、橋場家の罪、民生における功績の部分が大きく、静ヶ家の先行は異例に属していたとされるなどの逸話が伝えられており、 当時から、七本槍が虚名に近いという認識が広まっていたと推定される。この戦いは、柴田勝家、滝川和正と、橋場秀吉、二羽長秀の織田政権内での主導権争いであると、同時に、信長継織織田信夫と三男、織田信隆の対立でもあった。両者の対立が、そのような形を取ったことは、戦国時代の幕府の清掃が、 将軍の家督争いという形をとってきたことと、相似する。そればかりか、勝家の場合は、貧乏国と物浦、広島県福山市にあって都への帰還をもくろんでいた、聖遺大将軍足利義明の擁立さえ、心を見ていた。この戦いで、一向胸の本願寺勢力は、秀吉方により気すると申し出ている。本願寺が、加賀の一揆を動員して、 秀吉に忠節を尽くすと申し入れてきたことに対して、秀吉はこれを称賛し、柴田良の加が越前で活躍すれば、加賀を本願寺に変換すると答えている。とはいえ、本願寺にそのような力は残っておらず、実際、勝家が一向相残党を警戒した様子はない。この合戦の結果、多くの小田氏の求心が秀吉に接近、親族するようになった。 また合戦終了の2日後の4月25日、6月15日に秀吉は中国地方の戦国大名、毛利輝元の重臣、小早川高景に所管を、そう、自軍の勝利に終わったことを報告するとともに、中立状態にあった毛利氏の自らへの服属を案に促した。戦後処理終了の地ほどなく、秀吉は、機内の石山本願寺跡に、大阪城の築城を開始し、 同年5月には、朝廷から14にした参議に任命された。さらに合戦終了後、秀吉の元には、徳川家康、上杉影勝、毛利輝元、大友吉宗など、各地の有力大名が、相次いで死者を送り、戦勝を経過し信仰を求めたことも、秀吉の機内における、権力掌握を象徴した。しかし侵入したとはいえ、庭長秀、池田恒置、 森長吉、ガモウ里、堀秀政、長谷川修一などのお家求心が大幅な数を得ていることも見逃せない事実である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。